はいどうも、妖怪三国志国田良寿今回もやっていきます。はい、今回はね、京都イベント7月8日までなんだけど、あの星7がこれなさそうだねそろそろなんか星、今ね星6つだと思うんだけど、星7いや来んのかなーなんて思ってたんだけど、星7はないねー。そしてね、まあ、昨日も言ったけど仲間になる確率アップの助っ人は聞きませんということで、まあまあはっきりしてよかったなーっていうところですけど、まあ、相変わらず自分はね、4凸のままです。まあコメントいただいた方でね、あの個人総合400位ぐらいで7凸っていうねお話をされてたんで、まあ自分はねちょっと繊維今回は入れないんでね、繊維に入るとねイカカモネギ町董卓がねもらえるんでね、このね超限界突破の賞、あの狙える人はね繊維内、個人はね繊維内を狙うといいかなと思いますね。はい、なかなか難しいもんだね。はい、そしてね不具合は大したことなかったかな。不具合は、大したことないね。キャンペーンのやつだもんね。メンテナンスね。そう、メンテナンスがね、いよいよって言って、まだか。7月8日月曜日になるということで、なんか内容がね、改正準備ってなって、この16時から、パキャーンって変わるのかなっていうところはちょっとよくわかんないんだけど、まあまあ変わるのかなっていうところですかね。ということで、まあそれはね楽しみにしたいなと思います。7月8日更新はね、まあノーマルタイプが新しいね高難度チャレンジの群馬神が出るっぽいなっていうところでね、守りじゃあね、ノーマルだと誰だろうなーっていう感じはあるんだが、まあちょっとね、新しいものは楽しみにしたいと思います。はい、そんな感じで、で、まあちょっとあと今日は国取りの話もしようかなっていう感じかな。まあみんな今ね、よく結構やってるからね、あれなんだけど、まあ今回イカカモネギ町なんか準備したとかね、あれが2倍あったとかってのもあって、割とね妖怪の強化がねできたんだよね。そんで今回ね、あのコメントで教えていただいたんですけど、同盟情報でこのねがっつりのんびりという国取り戦の方針がねボタンができましたんでね、これ今後はね、まあ、これどういう風に使われるか、マッチングの時に、まあ、私はがっつり系よっていうことと、のんびり系よで、分けられるのかな、それとも商品が違うのか、その辺、なんかね、特にまだ説明がないんだけど、こんなことが、まあ、やろう、なんかね、上の方はね、やろうとされてるかなっていうところですかね。だからそろそろなんかお知らせちょろっとね、情報あんのかなと思ったけどないかなって感じだよね。そしてね、自分はまあそうだね、今回戦力的な話をするとね、そうだな、編成でちょっと一回こっちに置いてから、自分的にはね、今、6000超えが小泉冬にゃんで、で、5000超えがね、ワルノリンとザ・シャークと、ロボニャ F 型まで5000超え来ました。そしてもうすぐ5000超えとしては、まあ、コーテージバニャがね、75まで行ってきたって感じで、こんな感じで4500超えもね、かなり、増えてきて、国取りとしてはね、戦力はまあ揃ってきたかな。4000オーバーでもここかな、オイランまで4000オーバー、ティバニャンエースもねこの前超限界突破できて、あとはオロチとかもねちょっと強くすれば4000超えるかなっていうところありますね。あと小生オロチもねいけそうかなってとこで、ビビランもね育てる暇があれば
育てやすい妖怪なんで行きそうかなという感じのところでね、皆さん最高戦力ってどうですかね。自分はねようやく、まあ、4万超えたりはしてると思うんですけど、やっとね4万5000超えました。4万6000、4万6000で、まあ、ただねこのメンバーじゃちょっとなんか倒しやすそうなメンバーだけどねなんか数値は高いけどなんどうなのよっていうメンバーではあるんで、まあまあ一番上位の群馬神とかね、うん、その辺を使うと4600まで来ましたかね。はい、ただまあこれはすぐやられそうなメンバーだなということでね、あのソラナキとかね育てたいなと思いますけど、一応4万5000かの戦力はやっと超えましたんでちょっとお伝えしようかなと思いました。はい、皆さん最高。これでも5万とかいってる人すごいよね。多分5万とかいってる方は群馬神がね、あの例えば長領とかだったらね、あの力アップがもうフルカンストしてるっていう感じで、こんな感じでね、例えば小生持っててもこの超過護スキル、まあ、自分はこの120アップの、ね、レベル2までしかいってないけど、これが300までいったらね戦力がまた180アップするから、まあ、そんな感じでこの玉をねちゃんと集めてアップしてるのかなと思いますね。これも守りがねあと最大200だからね、あと120アップするからっていう感じでいくと、うん、まあなんかそういうのがね積み重なったり、あとはね空泣きとかをねなんかレベル超限界突破10とかね、この辺うまく育てれてる人がね10いってんのか、5万の戦力超えとかねいってんのかなと思いますね。はい、まあ超限界突破4のところのレベル上げられてないやつ、うん、これについてはねまあレベル上がっていけば5000近くいくのかなとちょっと思ったりしますね。ホテイソンもねレベル61で4500だから、まあ1レベル70上がるとしてあと9レベル630いったら5000超えるんでね、まあもしかしたらホテイソンも5000超えるかもしれないし、あんま強くねって言ってたノルカソルカはねレベルちゃんと上げれば、うん、5000も超えそうだなということで、いやーなんか強くなってきたんだけどちょっと育てきれなくなってきたかなーって感じでね。はい、という感じでどうなんですかね、フェスガシャも来ないしなんかねもうみんな妖怪ウォッチ4やれよってことなのかなーって感じはしますかね。はい、じゃあごめんなさい、ちょっと最後にちょっとチップスないんだけどスカウトチャレンジやってみます。チップスなしでやんない方がいいよっていうのはあるかもしれないんだけど、まあやってみましょう。うん、ちょっとザシャーク入れると倒しやすくなっちゃうかもしれないんだけど、まあちょっとねザシャーク入れてやりたいと思います。うん、なんかあとね夏木がねこれは効くのか、いや分かんないけどね、まあまあまあやりましょう。もう全然ダメかね、もったいないことしちゃったかな。ザシャークも下げて戦います。あ、おっとっとっと、大凶ちゃん使ってね。いやー、ちょっとちょっとね、本当強盗じゃん、全然ドロップしないね、4からね、相当頑張んないといけないんだろうな。ザシャーク、チップスがね売ってればいいんだけど、売ってんのかな。国取りがね今なくなっちゃったから8000ポイントねためらんないんだよね。あの毎日国取りがあると地場金貨5000か、5000は稼げるもんね。ということでザシャーク今日はね最高戦力どうまでいったって感じですよ。ちょっとそういう話と星7まだって感じのとかです。ういっ、さあ
順調に夏希は打てて、時間も限界まで使ってね、かなり完璧な、完璧だね。夏希を9発打てました。さあいけたかな。お、やったー、チップスいらないんじゃん。これでさらに強くできそうです。ということでザ・シャークゲットしました。やっぱなんかみんながやらなさそうな時期がドロップしやすいような気がするんだけど、気のせいかな。という感じでやりましたねザ・シャークゲットできましたんで、今ね我々のランキング第5090だからね、第3位のねザ・シャークまたこれで強くできるんでね。はい、ザ・シャークぶつかりもいいんでね、守りダウンもいいんでね、守りアップもいいんで、いいとこばっかりなんだけどね。はい、こいつを強化して今のね4万6000がさらに4万7000ぐらいにいけるといいかなと思いますかねはい、じゃあ今回はなんか、そろそろなんかお知らせ欲しいかなっていうところとね、はい、国取りどうなんだろうね、まったりがっつりでどうなのかなっていう話をちょっとさせていただきました。明日はどうなるんでしょう。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、イカカモネギ町4凸だぜ、4凸は勘弁してほしいね。イカリマックスを4凸でコーンを使うことになってしまうのかね。チケットミッションでね、やっぱチケットあるからこれね、これ欲しいんだよね。だから無理しちゃうかもしれないんだけど、はい、まあね、最後まで一突でもね増やすよう頑張りたいと思います。はい、じゃあそれでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。